こんにちは、アンソニーです。ちょっと先の話なんですけれども、日本赤十字社が主催するプロジェクトにボランティアとして参加できることになりました。日赤キッズクロスプロジェクトサマーキャンプ 2013in クロスビレッジというもので、東日本大震災によって被災した子どもたちを支援するものです。生活環境の変化とかでこう精神的なストレスを抱えている子どもたちってきっといらっしゃいますよね。そういう子どもたちをこう大自然の北海道に招いて、さまざまなこう体験とか、遊びを通じて、この夏、いい思い出たくさん作ってもらおうと、そういうものです。これ結構すごい規模なんですよ。7月下旬から8月半ばにかけて北海道のルスツリゾートで計9回実施されます。対象は岩手、宮城、福島に住む小学校5年生から中学校3年生で、1回につき約200人、合計約2000人が参加するプロジェクトです。で、子どもたちはそれぞれ3泊4日なんですが、私のようなボランティアスタッフは前日入りして4泊5日になります。ボランティアとはいえ子どもたちを預かるわけですから責任重大ですよね。乗馬体験とかフィールドワークとかもあるみたいなんで、子どもたちが怪我しないようにきっちり見守って、で楽しい思い出をたくさん作ってもらえるように、私も頑張りたいと思います。ということでボランティアですけれども、この夏北海道に行ってくるぜというお話でした。それでは